こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットアーをやっていきたいと思います。今回はですね、2位のトップロードは成田と、バトルします。公式戦も今26節あと3節ですね。まあ2位はちょっと厳しくなったかなとは思うんですが、まあ伸びる形で終わらせたいと思います。じゃあ早速行ってみましょう。さあスタメン見てみましょう。彩香が今黄色ですね。美穂と藤原を入れ替えてみよう。上皇がキーパーかな。くるみを入れ替えましょう。ナオコが戻ってきましたね。ナオコ復帰戦です。ではこのメンバーで行ってみますか。戦術はもちろん攻撃的。アタッカーにマークを締めて試合開始です。ですね、まあホームということもあり順位は下ですが、我がチームの方に、有利はなってます。ですね、今、なんだろう、これ、弁当ですね。鶏肉。惜しい！鶏肉と、なんかパスタの入った弁当を食べております。やっぱ美味しいです。おピンチ、おー救った。な、食べながらになるかとは思いますが、まあ自由にやっていきたいと思います。マジかよ。なんか、あっさり点取られましたね。ウッドマン。ぶつかったが、及ばず。なあ、こう復帰戦ですからね。おっと、またピンチ。しかし、ここは瀬戸が。うん、マヨネーズうまい。でも、チャージが、トップローライター、さすがに2位っていうだけだったらチャージはきついですね。ただ、前の試合、一つ前の対戦では勝ってるんですよね。なんで、ファールです。さあ、ヒロタ、うまい、と思ったんだが、これは取りきれなかった。なんか、こんなとこまで戻って取りに行ってます。おっと、ナーコイ通ったが、これはファール。イエローです。桜庭にイエロー。さあ、ナーコ、スワッと高い。
はい、前半終了です。とともに弁当を食べ終わりました。まだチェンジの段階じゃないですね。藤原が抜けた。さあセンタリングを上げるぞ。ちょっとこれは足りなかったか。おっと奈々子が奈々子がおっと自分でと思っていけない。危ない、やばい。おお、バウンドがあまりにもはまりすぎましたよね。これは外に出ます。ちょっと選手交代を考えましょう。サウト緑をチェンジです。さらに美は美穂とじゃない。エスミとチェンジさせましょう。さらに、千歳、鬼丸。鬼丸を浦川とチェンジです。さあ、一気にこれで交代枠を使い切るべく3人、交代いたしました。センタリングはなかなか決まらない。さあ翻弄にかかります。スタミナだいぶ回復してるんで、ああちょっと無理がある。なんだ、おあと捉えた。瀬戸に返して、あーと2点目、これ決定的かな。塩田から瀬戸、瀬戸から牧村、ノーホイッスル。しかしここは羽生だ、羽生だ、1点返しました。そうです、まだ1点、13分あります。諦めてはいけないんです。これでですね、沈滞した空気が盛り上がってくれればいいんですが、相手は巧みなパス回しでですね。おお、危ない。さあ、ここからを逆襲だ。アリンガム、塩田、またアリンガム、ワンツー、塩田で、これはノーホイッスル。緑、反対サイドで広田、広田がシュート。おっと、これはちょっと無理があったか。さあ、もうほとんど残ってない。ロスタイムは1分だ。さあ、最後のチャンス。さあ、ロスタイムです。奈々子から入った。直接入れました。なんと、それとともに。多分、試合終了の。ホイッスルが鳴ったんじゃないのかな。鳴ってないか。まあ試合終了ですよね。
いやー、これはすごいな。本当の、最後の最後に、コーナー、しかもコーナーキックを直接入れて、同点、負け回避ですからね。さあ、前半、ウッドマン。ピンチが続きます。と無理なシュートが多すぎますね。あ、しかしこれはなかなか、ナーコがファールを受けてからのシュートあったんですが高かった。さあ後半、パスがうまく通らない。それどこか相手に捉えてしまう。牧浦、うまく頭に合わされました。瀬戸から牧村しかしここからの逆襲なんですよね。そう、反撃開始です。羽生田、強引に魂で押し込んだっていうのはなしですね。魂ってなんだ。もうこのミドルはよく入ったなという感じ。瀬戸、これはうまいパスだったんですが、さあチャンスは続くんですが、キーパーパンチングと思ったら、ナナコが怪我から復活してきたナナコ、いやー大変だったと思うんですが、そうナナコが最後の最後でコーナーキックを直接シュートと言いますか、ゴールを決めて同点になんとか追いつきました。一方でシュート数はこちらの方が上回ってはいるんですよね。枠内もクラワンカーが、我がチームが上で、トップロードナイター2本中2本決めてみて確率性が高いんですよね。ボール支配率をこちらが圧倒的に取ってます。あとまあイエローカード与えたのはいいですね。さあこれで引き分けなんで5位に転落いたしました。あと2試合なんでこの時点でもう2位の可能性はなくなりました。本当ですね、来年頑張りましょう。さあこれであと2試合になりました。人のアシスト数すごいな。というわけで、残りが岡山ピーターローズとアスカディアナーの試合だけで、そこから4週は練習試合ですね。わけで、ですね、2位のトップロード成田、2点取られまして、リードされて苦しい展開だったんですが、最後の最後に追いつきました。最も勝てなかったということがあって、2位との勝ち点差は7点ということで、残り2試合ということで、2連勝、相手が2連敗しても逆転は不可能になったので、この年の昇格はなくなりました。まあ、最も降格ももう、
逃れることはできてるんで、あとはまあ使える選手を使って、確実に力をつけていきたいと思います。はい、以上、です。ゲーム動画でいこうでは、チャンネル登録、高評価すごく励みになっております。チャンネル登録に関してはチャンネル登録ボタンがありますので、そちらを押していただいてご協力をお願いいたします。はい、説明欄に、ブログ、ツイッターのアドレス記載してます。よろしければ見てください。またお時間がありましたら最後20秒に流れます関連動画、動画プレイリストを見ていただければ嬉しいです。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。